どうもアメドラです。今日からマインクラフト実況を始めていきたいと思ったのですが、考え出した結果、まず最初、P 版とかやってる方にもうちょっと楽しんで見てもらおうという感じにしたいので、まず P 版にない、要素を説明して、軽く説明して実況動画に入ろうと思いまして、思いましたので、パート1から5とかぐらいには多分ぐらいにはもう終わってると思う、解説終わってるので、まあ、6あたりから実況始めていこうかなと思ってます。うるせえな、さっきからもう牛肉にするぞ。ステーキか、ステーキがいいのか。で、はい、そうなるので、まずは、ネザーと村人の取引に、村人との取引について説明したいと思います。まず、めんどくさくないネザーからいきます。ネザーのブロックは、このように置きます。わかりやすいように、色のブロックを置きましたので、何個置けばいいのかわかるはずですね。上が4個、下が、左が5個ですね。で、ここが5個。じゃね、ここ4個、ここ5個ですね。あ、松明は明るさ調節のためにやってます。特に意味はありません。他のやつもできます。で、これを置い、ちょっと待ってよ、じゃあ一回壊します。まあ、このように置いてここに火打ちをつければネザーが出来上がるので、ネザーにゴー。まあ、ネザーは別名暗黒界、うるせえ、ネザーは別名暗黒界と言われる地獄ですね。いわゆるネザーですね。みんな、あ、実はこれ撮り直しです。声が小さかったので、ていうか BGM が大きかったので。で、まあ、敵について紹介します。地獄にいる敵、プレイズ、殴れば襲ってきます。当たり前です。いや、殴れば襲ってきます。近づけば襲ってきますから、これクリエイティブなんで、ちょっと敵対させるために殴らないと襲ってきません。で、次、ゾンビピックマン。まあ、こいつはおとなしい豚なんですけど、殴れば襲ってきます。まあ、クリエイティブだからダメージを受けませんだ。で、このペッテンペッテンいってるやつはマグマキューブといって、地獄にいるスライムですね。一番でかいやつを倒せば中くらいのやつが2匹出てきて、ゾンビが2匹出て、ああ2匹出てきて、でちっちゃいのがまあ数匹出てくるんです。で、このようにゾンビピックマン1匹殴っただけなのに、近くにいた2匹目まで反応したということは敵対心ですね。それでは、もうこいつらごともネザーから連れ出します。ついてくるかな、たまについてくるんですよ、ネザーから。ついてきませんね。はい、ネザーの紹介終わり。あ、特別の鉱石とかいっぱいあるんで、あるよ。で、次、村人との交易。よし、じゃあ、村人との交易。村人に話しかけると交易をしてくれます。まず、じゃあ、例として、このエメラルド。エメラルド、この人がエメラルドをくれるって、でも、その代わりに紙ちょうだい。トイレットペーパーでもいいのかな。じゃあ、まず、紙をあげましょう。紙を持ったままエメラルドを2回でエメラルドをクリックすれば、まあ、今の分のエメラルドが、紙26枚で 1個のエメラルドなので、まあ、12枚余りますね。64枚持ってたから。で、次はここでこっちで手に入れたエメラルドをこっちで使います。で、まあ、エメラルドをくれる代わりに、じゃあこっちはスイカとかクッキーあげるよみたいな感じで、スイカなんですね。あ、はんはん、うるさいですよね、この人たちね。何やってんだって話ですね。まあ、これが攻撃ですね。こっちで、紙とかと、紙とエメラルドを交換して、で、得たエメラルドをこっちの食べ物と交換するみたいな。いや、食べ物以外にもいっぱいありますよ。武器とか防具とか、食べ物、いっぱいあります。こっちは本棚のところだと思いますけど。で、攻撃するたびに、クッキーとか本棚が増えていくので、楽しみですね。終わった。よし、終わろう。じゃあ次も多分解説動画になるので、見てください。それではまた。バイバイ。